ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。あ、おっさんなって書いてきた。考えられちゃった。おっさんじゃない、これな、どれやん。またなっちゃった。なあ。ねえ。はいはい。なんだかわかんないんですけど、戻りました。はい。はい、ね、お休みしてすいません。はいはい。はい、ということで、また今日から ね、はい、3連戦の振り返り、はい、よろしくお願いします。はい、甲子園も開幕したということで ね、もう野球真っただ中みたいな、もうなんか甲子園も暑さとの戦いが一番強敵かもしれないですね。まあ、でもね、プロ野球もそうだね、うん、やっぱ暑さ、あ、この対策っていうのは相当やっぱ頑張らないと、まあなんか体力を本当消耗されるね、取っていかないよね、もう対策の仕様がちょっとないぐらい感じですけれども、まあ、ね、はい、はい、ちょっとね、お盆近づいてきて、お盆開けたらね、涼しくなるといいんですけど、どうやろうなまあまあ、それを願って ね、はい、神戸淳ちゃん、今日もよろしくということで、ね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、セリーグです。はい、はい、ということで、ちょっとセリーグはね、引き分けの試合があった、そうだな、うん、はい、ちょっとあんまりない勝敗ですが、うん、巨人と広島は1勝1敗1分け、はい、はい、ヤクルトと阪神はヤクルトが2勝1敗の勝ち越し、はい、中日と DeNA は1勝1敗1分けという結果になりました、はい、まず巨人対広島、はい、首位攻防戦、ね、もう時期的にも言っていいかなっていうような、まあちょっと早いかなと思うけど、うん、まあでも首位とね、2位の戦いということで、ね、巨人は山崎より、うん、グリフィン、トコ、はい、広島はアドゥア、うん、トコ、オセラというね、はい、もうなんかこうガチンコできたなっていうような ね、まあ勝敗を見てもガチンコなんだけども、もうゲーム差があんまないから余計ね、まあ、そうだね、はい、はい、で1試合目、5対0広島、うん、これはねプロ8年目登板100試合目で完封、アドゥア初めて ねアドゥアが9回133球、3安打3三振3四球の、無失点という、うん、6勝3敗防御率が 3.13 という ね、アドは良かったな、ね、6回、はい、ツーアウト満塁も大城をセカンドゴロ、危なかったのがね、うん、まあ、このピンチをこう、切り抜けるという、うん、まあ、この時にアドはが言ってたのは、まあ、別に死ぬわけじゃないと、うん、まあ、そりゃそうだとまあそのぐらいなんかひょうひょうとね投げてたような感じがするし、命まで取られないからって、ね、そう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 、いやそれで、うん、なんて言うんだろうな、立ち上がりから、うん、カーブをすごく印象付けたと思う。アドアってもっとまっすぐでどんどん押してくるかなっていうふうに思ってたんだけど、うんうん、確かにまっすぐも良かったんだけど、なんかね立ち上がりはカーブを多く使って、なんかこうデータと違ったような攻め方をしたような、そんな感じがしたんだよね、この試合はってことですか。そうそう、うん、だからアドゥアはこういうピッチャーでこういう球を軸にしてこうやって投げてくるよっていうデータを逆手に取ったような、なんかこうちょっと配球をしてたみたいな感じがして、うん、非常に面白いなと思って見てたんだけど、うん、いやそれが好投につながったな。これはあらかじめそういうリードでいこうとかっていうこともあったんですかね。まあ大体ね、あんまりこう変化球でポンポンとストライクを取れるタイプじゃない、なかったんだよね、うん、1球のうち1球は外れるみたいな、あ、そういう変化球の精度しかなかったと思うんだけど、でもこの日はね本当にね変化球の精度が良かったね、うん、だから簡単にストライクを取れてたわ。だから6回2アウト満塁、はい、ね、これまあ一番の山だったと思うんだけども、うん、まあ、セカンドゴロにね大城を打ち取って、うん、まあ、完封につなげたという、ね、攻撃陣は、まあ、初回、小園が先制タイムリー、うん、うまいね、やっぱこのバッティングが、うん、まあ、抜かれてるんだけど、もう本当にバットの先っぽまで生きてるというような、なんかそんなバッティングをしたし、うん、5回には2アウト満塁から野間が2点タイムリー、これも粘って粘ってさ、しつこいバッティングで2点を取る、うん、ね、えで6回には坂倉ホームラン、うん、末金こう帰ってきましたよ、末金が、はい、連続ホームラン、ソロホームランで、まあ、5点を取ったというね、うん、でまあ俺が、ね、まあ、ちょっとみんなで見てたんだけどこの試合、うん、なんかねやっぱこう坂倉に投げた後に、うん、ホームランを打たれてちょっとなんかもう
気持ちが飛んじゃったっていうかさ、気持ちが切れたみたいな投球で末金に打たれてるんだよね。で末金ってこれからやっぱり広島のポイント握ってて、やっぱこうホームランとか長打をね、うん、求められてる。そこに一発回答でホームラン打たれたりかもな、山崎よりが。だからまあこのホームランは、まあ、打った方はね、やっぱこう久しぶりに一軍に帰ってきてすぐホームランが出て、まあ良かったなっていうようなホームランにはなったけども、ジャイアンツにとってみればね、やっぱこう打たれたくないバッターに打たれちゃったよね。でその山崎より6回100球、はい、8安打6三振1四球の1デッドボールで5失点ということで、ちょっとゲームが作れなかったかな。ただ、ね、それ以上にアドアが良かったわね。えねえ、もう巨人はこの日3安打に抑えられてね。まあ そうだね、まあ見事でした。はい、はい、で2試合目、延長12回引き分けになるんだよね、これね、はい、3対3でね。これね、やっぱりグリフィンと徳田の投げ合いは見事だったね。で7回3分の1グリフィンが、はい、115球7安打、うん、12三振取ってるんだよね。で無四球3失点という、うん、で徳田は7回111球、10安打6三振4四球の2失点という、うん、まあ徳田はね、今ここまで10勝してるんだけど、はい、ジャイアンツに勝ててないんだよね。だからやっぱこう全チームから勝って10勝とかね、まあこれからやっぱこう一つの目標にしてほしいね、ジャイアンツに勝つということがね、うん、まあこの辺も勝てなかったんだけども、はい、4回、うん、モンテスが先制タイムリーで、モンテスは2回にもタイムリーヒットかなって思う当たりを打ってるんだけど、うん、大城がホームで、まあ、刺されてるんだよね。まあこれはね、広島の中継プレーも、まあ、素晴らしかった。あけど大城の足遅いなまあまあしょうがないこれはね、これは大城しょうがないんだけど、もうちょっと早く走れんかなって思うぐらいちょっと遅かったなと思ってそうでしたか。そうそうそう、うん、まあもったいないかったなって、うんうん、で6回にはワンアウト1・3塁、グリフィンがキャッチャーゴロ、うん、でこれをね1・3塁で坂倉がセカンドに投げるんだよね、はい、セカンドに投げてこれゲッツーかなと思ってゲッツー取れなかったんだよ、うん、そしたらサードランナーがホームを踏んで1点やっちゃうんだよね、うんうん、だからこの時点で2点先制されるわけだ。だからこの判断っていうのは坂倉悪くはなかったんだけど、やっぱ投げるボールが悪かったね、セカンドにね、うんうん、あれちゃんと投げてればゲッツーでナイス判断だったんだけど、判断は間違ってなかったけど、プレーがいかんだったな。じゃあ投げるべきところはセカンドでよかったってことですか。よかったっていうことだよね、うんうん、ね、まあゲッツー取れないから2点目は上げちゃったということ、うん、で8回、はい、広島の攻撃、うん、ワンアウト1・2塁から野間がタイムリー、はい、これもね、もうほんと先バットの先っぽで持ってったみたいな、うんうん、そんなねしぶといバッティングを見せてくれたんだけど、はい、でワンアウト1・3塁、うん、からピッチャー交代ケラ、はい、ね、うん、で1塁走者ハツキが盗塁、ダイソーのね、うん、ワンアウト2・3塁、はい、堂林のフォアボール、ワンアウト満塁から小園がタイムリーということでね、はい、で一気に3点を奪うんだよ、うん、でねこの時にもう8回じゃない、グリフィンなぜ早くもうちょっと変えなかったのって思う人もいるかもわからないけど、やっぱね12三振取ってて、いや本当にスライダーだとかチェンジアップとかものすごい良かったんだよね。もう半分以上三振のアウトですもんね。そう、うん、いやだから変えるにねやっぱ迷うよこれ、その三振の数がね、うん、逆にだからピンチらしいピンチがこの時ぐらいしかなかったんだもん、うんうん、だからねちょっとね変えるのはちょっと遅れたね、うん、もう一度ってもう一手早く変えてたらこの試合は引き分けじゃなくて巨人が勝ってるかもわからない。これはこういうピンチがなければもう少し投げる予定だったとかですかね。いやもう完投させようと思ってたと思うよ、うん、もう9連戦が始まってるしね、うん、だからまあちょっとでもねこれは難しかったと思うわ変えるのはね、うん、まあ、完投させようっていうところであれば余計難しかったかもしれないです ね、 だからね、だから一気に3点取られて、
これ敗戦投手かって思うところを、まあ、8回2アウト2塁から島内に代わって、まあ、堀江を広島の方は持ってくるんだよね、はい、で、まあ、セカンドに置いて、うん、丸がタイムリーというね、うん、丸が救ったよ、うん、ね、で巨人、はい、13安打、広島11安打、うん、まあ、そのうち、まあ、そのうちっていうか広島17三振トータルで取られてるんだよね、うん、で8四球も出してるんだよ、うん、で巨人はどちらかというとボール球に手を出すチャンスの時に、はい、うん、これはねちょっと関連性があることがあるんだよね、うん、伊豆口に前日1球も振らないで三振をした時に、うん、安倍監督が苦言を呈してるんだよ、うん、あんなもんね俺でもできるって、うん、振らないんじゃもう話になんないよ、うん、みたいな、まあそんな、まあ、コメントを出してね、うん、もうちょっと積極的にいかなきゃっていうことがこの日、その言葉ももう選手たちは直接自分たちに言われたことのように守ろうとしてボール球に手を出したかなっていう、うん、まあ、そんな感じがちょっとしたけどね。ちょっと恨みにっていうことですか。まあそうだね、うん、まあ恨みにっていうか、まあ技術をもう少しね、うん、あの構築していかないといけないなっていうふうに思いました。うん、はい、はい、で3試合目、はい、5対0巨人ということで、ね、うん、両チームともにこれね締まったゲーム、好プレーがよく出てたんだよ、うん、で7回、モンテスが、まあ、先制タイムリーを打つんだよね、はい、でノーアウト1、2塁からタイムリーツーベース、うん、ね、でノーアウト2、3塁から立岡を敬遠し満塁、うん、広島の方はね、うん、まあ次は戸郷だから、だ戸郷がレフト前ヒット、ね、このレフト前ヒットをゼーカネが、うん、まあ後ろにやるんだよね、うん、それで走者一掃帰ってきて4対0、まあ、その後ヘルナンデスもタイムリーが出て、まあ、5対0、うん、ね、まあ、前半は本当にねピンチをファインプレーとか、あーチャンスになるかなっていうところをファインプレーしたりとか両チームがね、だから非常にあの締まったゲームをね戸郷と大瀬良がやってたんだけども、まあちょっと一気に7回5点取られて勝負あったになるんだけども、まあ、戸郷が完封、はい、で9回118球5安打5三振1つのフォアボール1つのデッドボール、まあ、無失点ということで、で戸郷は良かったね、才木と投げ合ったりとかさ、うん、まあ、いろいろ各チームのエース級と投げ合って、まあ、巨人のエースじゃない戸郷って、はい、勝てずにいたんだよね、やっとこう今日勝てたという、うん、それも完封で勝ったっていうのが、まあ、大きいね、うん、やっぱ大瀬良に勝てた、大瀬良っていうのは防御率が0点台のピッチャーで、はい、最も広島では安定感がある、まあ、勝ち星には恵まれてはないけども、うん、まあ、安定感のあるピッチャーに投げ勝ったということはやっぱ良かったところは今日は収穫あったなっていうふうには思う、うん、まあ、それと、まあ、巨人の方はこの日大城がマスクをかぶったんだよね、はい、それで完封に導いているということと、うん、まあ、ピンチもあったんだけど、まあ、これを盗塁でね、盗塁仕掛けてこられたのを刺すんだよね、うん、まあ、秋山と坂倉を刺してるんだけどもさ、はい、まあだけど、なんていうの、大城もキャッチャーでこれ仕事ができたっていうことは非常に良かったなと思ってね、うんうん、だから非常に収穫がこの日は、巨人にはあったなっていうような感じがしたね、うん、はい、なるほど、まあでも広島もまあ粘り強いね、あのこの3連戦を見てると、うん、粘り強いし、もうやっぱりしつこいわね、はい、まあそういう3連戦でした。はい、はい、続きましてヤクルト阪神、うん、ヤクルト、ヤフーレ、はい、サイスニード吉村、うん、で阪神は才木、及川、はい、ビーズリー、うん、ね、ということで、まあ、2勝1敗に終わるんだけども、はい、まあ初戦5対4、ヤクルトがサヨナラ、はい、で初回ワンアウト1、3塁からまあ佐藤がタイムリー、佐藤輝がタイムリーね、うん、はい、で2回中村が、中村悠平、2アウト3塁からタイムリーで同点という、うん、ね、
3回2アウト3塁から、まあ、またサトテルが勝ち越しのツーランホームラン。あ、調子がいいね、うん、今日話を聞きましたよ。あ、言ってね、うんうん、そしたら力をちょっと抜いてますと、うん、どういうことだから力みだよね、はいはい、だからミートを心がけてると。うーん、ミートを心がけてあそこまで飛ぶんだからすごいよな、ね、だからブンブン振るっていうことよりはもうそこに集中してる、ね、まあそうそう、コンタクトにね、うん、で勝ち越しツーランホームラン。まあしかし4回これサンタナが帰ってきたんだよね、サンタナ太田の連打、山田が逆転の9号スリーランという、うん、まあ才木がねこんなホームラン打たれるなんていうのはあんまなかったんだよね今シーズンね。うん、でそれもスリーランで逆転されるなんていうのはなかったんだけどさ、うん、でもやっぱ阪神も調子いいよね、うん、8回ワンアウト2、3塁から木浪が同点内野安打、はい、でなおも1、3塁打者梅野、うん、雨で中断、うん、このままの勢いで、うん、今日ねこの話もしてきた、うん、この話もしてきたら、うん、やっぱね雨で中断じゃなかったら、うん、もう同点でおせおせじゃない、うんね、相手のピッチャーもアップアップしてて、うん、ここでセーフティースクイズとかそういうのを仕掛けようかなとか、うん、まあいろいろできたと思うんですぐね、はい、だけど水入りになって、うん、お互いの熱が冷めるでしょ。ちょっとクールダウンでないけども、そうそうそう、初球を外されたんだよね、うん、スクイズあるんじゃないかと思って、うん、でそうこうしてるうちに梅野がさで原口ショートゴロで、同点止まりだったんだよね、うんうん、この雨っていうのが阪神は余計だったね。逆にヤクルトにとっては良かったってことですか。良かったね、ちょっと一旦こう間を空けれたからさ、うん、やっぱ俺よく言うんだけど勢いってさやっぱ時間だと思うんだよね、うんうん、この時間間延びしたっていうのがさ勢いを削いだね、うん、で9回村上が岩崎からまあ、サヨナラヒットということでね、うんまあ、決着をしたんだけど、まあ、あの雨の中断がなければ、まあ、1試合目どうなってたかなっていうのはね、うんうん、まあまあそれも野球かと思って、ねうん、で2試合目、はい4対0ヤクルト、はい、5回コウコールド、ねうん、これもね初回村上がね、うん、塁にあ、ルイじゃない、守備についた時に、はい、やっぱサードの藤本コーチかな、うん、とあの空を見上げてさこれ雨来ますよっていうことをやり取りしてんだよね、うん、で村上その村上が初回先制ツーラン、はい、これは大きかったね。いやいやまあ先制するっていうのはさどんな場面でも大きいんだけどもさ、はい、やっぱこれ雨が来るぞっていうような雲行きがあって、はい、まあそれで先制してしたっていうのはさ、非常に大きかったよね。まあこのね雨で中断なり、うん、あのねコールドになるかもしれないっていう可能性ですよね。まあ、そうだね。うん、で2回にはね、まあ2つのエラーが絡んでワンアウトもある。丸山のセカンドゴロ、これはねもうしょうがないわこの1点は。うん、中野がね飛びついて、まあ、ショートにトスして、うん、まあ一つだけアウトしか取れなかったんだけども、まあ、これで3点目ね、うん、しかしこの後だな長岡がやっぱ三遊間に、まあ、4点目のタイムリーを打つんだよ、まあ、ヒットをね、うん、だからこのなんていうの2回にも2点取られたっていうのがさ、うん、非常に嫌だったね。これで4点になっちゃったから、うん、そしたらもうサイスニードまあ、5回、61球、うん、2安打2三振無四球無失点ということでね、はい、で及川、うん、4回67球6安打3三振1四球、4失点という、うん、自責は2なんだけどもね、はいうん、でまあ5回までだったから近本と大山のヒットだけ2安打ね、うん、で森下佐藤がノーヒット、まあエラーも少し心配だけども、まあ次ねこれでね、まあサトテルのこの連続試合ヒットとかだとか、うん、まあいろんなものが止まっちゃったんだよね、うん、
うん、だからちょっとやっぱこういう記録が止まるっていうのはさちょっと嫌だなとか思って、ね、まあサトテルはちょっとエラーも絡んでね失点につながっちゃったし、うん、だまあそこら辺のモチベーションがどうかなっていうふうに思ったけども、まあ、3試合目、はい6対3阪神、はい、で松本がヤクルト松本が先制タイムリー、はいね、でしかし4回森下がカーブを、ソロホームランこれはね1打席目に外のまっすぐをレフト前に持っていってんだよね、うん、で1球目ストライクホームランを打った打席ま、うん、っすぐ で2球目高めのまっすぐでボール、うん、何の反応もしてないんだよ、うん、あれこれ1打席目まっすぐ打ってるからこの打席はカーブか変化球狙ってるなと思ったら次のカーブをものの見事にレフト持ってったね、うん、あれが分からんかったかなと思ってさまあ、吉村がね投げてるけど、うん、でも見事にやっぱこうカーブをねワインドワンからそのホームランを打っていくっていうのは、うん、やっぱそれをホームランできるっていうのはやっぱ森下の調子の良さは続いてるなっていうような感じがしたよね、はい、でそれで終わらなくてこの回は、うん、サトテルがフォアボール、ね、大山とのランエンドヒットになるんだよ、うん、フルカウントから、はい、でこれサードゴロを打つんだよね、うん、でその取り方投げ方を見て一気に一塁から三塁に走るんだよ、うん、でワンアウト三塁を作るんだよね、はい、この好走塁は素晴らしかったねね、あだから森下のホームランも、まあ、同点になって、はい、よし振り出しに戻ったって言った矢先にこういう走塁をされて、うん、一気にワンアウト三塁を作り、うん、前が、まあ、前進守備の三遊間を抜く、まあ、ヒットを打って勝ち越しっていうことなんだよね、うん、このねこのフォークボールの打ち方もやっぱ天才だわあの子は。いややっぱすごい、うーんあれなかなか打てないよ失投じゃないもん、うん、それをこうなんていうの膝をうまーく低く持ってって、うん、バットのヘッドで持っていくんだけどまあうまかったなうんで、うん、5回、はい満塁から森下が2点タイムリー、うん、サトテルがタイムリーうん、大山がタイムリーという、うん、もうクリーンラップ3連打だよタイムリー3連打ねえ、ねもう森下はまっすぐを打ち変化球を打ち、うん、この打席どうするかなと思ってたら、まあ、ヤクルトバッテリーが変化球付けにしようとして、うん、でもその変化球をものの見事に持っていってるしねでサトテルは 1,2 球目はフルスイングしてね、追い込まれたと思ったら軽打をしセンター前にタイムリーを持ってった、うん、やっぱホームランを打って決めてやろうと思ってたんじゃないの最初はね、うん、だけど追い込まれてちょっと変えたというバッティング、うん、で大山がタイムリーというねここら辺はやっぱこう4番を打ってただけに、うん、この流れからするともう楽でしょうがないよね、うん、シチュエーション的には、うん、だから打つなと思ったんだけどまあ見事に打ったね、うん、でビーズリーはい、で7回89球、うん、4安打6三振2四球1失点というね、うん、ビーズリーはねカットボールがいいわやっぱでボールも力があるけどもなんか重い感じがするしねカットボールっていうのは左バッターがなかなか打てないよだからこのビーズリーとやるときは右打者の方が活躍するねこれそう見たうん、で吉村、フォアボールから失点を重ねたということで、うんまあ、最初は佐藤輝にフォアボールを出し、まあ、三塁まで行かれたという、まあ、先ほど説明したけど、うん、でもその5回に、ね失点する場面なんかはビーズリーにフォアボールを出してるという、うん、でもねボールに力あるんだよでね配球でもね森下のところでもなんていうの全くまっすぐ反応してないのに、うん、あこれ変化球狙ってるなって思わなかったのかなっていうまだそういう経験不足なのかなって思う節があったね、うん、だからまあそこら辺勉強するとボールに力あるしコントロールいいピッチャーだからもっと楽に勝てるんじゃないかなっていうふうに思いました、は
はい、ね、阪神は明日から、まあ、京セラで広島とやります。はい、ね、この戦いもね楽しみやんな。うん、本当ね。はい、で最後中日対 DeNA。 はい、ね、中日高橋宏斗、うん、松木平、うん、松葉、はい、で DeNA は浜口、東、ジャクソンという、1試合目、6対2、中日、はい、高橋宏斗防御率、まあこの日、投げ終わって規定投球回数に到達しました、うん、はい、でももう今消えてるけども、うん、0.54、ねえ、ね、防御率素晴らしい。7回127球、6安打8三振2四球1失点ということでね、うん、この1失点もまあこの日リュークがねセカンドに入ってて、はい、一塁に正確に投げとけばさアウトなのに、うん、ゲッツ取れてたのに、それを生かしたばっかりにちょっと足を滑らしたカリストもいたりとか、まあいろいろちょっと野手がね、まあミスをしなければ無失点でこれだと思うんだよ、うん、無失点記録こうずっと更新してたんだよね。もうそれでいきなり切れちゃったという初回でね、ちょっともったいなかったけども、うん、だからそれは先制はオースティンの犠牲ぐらいになっちゃったわけよ、はい、これで無失点記録更新ができなかったんだけどね、うん、ねえ、ね、まあこれはもったいなかったな、うんうん、まあただその裏、1回の裏、うん、先制されたけども細川がツーランホームラン、はい、まあこれ浜ちゃんのチェンジアップだと思うんだけど、うん、すくい上げて持ってったね、やっぱ力あるな。ツーランホームランで逆転というね、はい、で3回にもツーアウト1、3塁から、うん、細川タイムリーでまあ追加点という、うん、5回にはカリステ岡林がタイムリーというね、まあ順調に点を重ねていって、まあ勝ったけどちょっともったいなかったな、この1失点というのはね、初回のね、で DeNA、はい、ね、2つのエラーが全て得点に絡むというね、うん、やっぱエラーっていうのはちょっとな、ねえ、うん、まあ高橋宏斗だからね、うん、なかなかこう勝つには難しいけども、うん、まあだけど苦しめるとしたらやっぱエラーをしてたんじゃダメだな、うん、はい、はい、ということで2試合目、これは引き分け、うん、ね、松木平7回110球、4安打4三振4四球無失点という、うん、で対東9回、はい、114球、5安打7三振1四球の無失点というね、うん、まあ6回、はい、ね、中日の攻撃、福永が ツーベースヒット、うん、でカリステがレフト前ヒット、うん、ワンアウト1、3塁を作る、はい、うん、でもねこれねワンアウト1、3塁カリステのあの三遊間の当たりっていうのは、うん、まあ確かにセカンドランナーで自分より右に飛んだ打球っていうのは右手の方にね、うん、飛んだ打球三遊間の方、これはやっぱスタートは切らないんだけども、でもボールの飛んでいく角度で抜けるか抜けないかっていうのは彼も内野手だから、うん、俺分からんかなと思ってさでカリステだとまだ0-0だし、うんうん、まだ6回っていうことは外野手はちょっと深いんだよね、うんうん、まあ定位置ぐらいに守ってんだよねカリステの、あれ帰ってこれんかなと思ってさ、うん、でワンアウト1、3塁、うん、で細川、はい、ファーストファウルフライ、うん、石川ピッチャーゴロ、うん、で点にならず、うん、だからねこういう膠着状態の試合っていうのはさ、やっぱ一つの走塁がなんか得点に結びついたりだとかするんだよね、うん、だから右に飛んだから自重しなきゃいけないんじゃなくて、右に飛んでも角度で抜けると思えばさスタートなんだよ、そしたら絶対帰ってこれるんだよね。もったいなかったな松木平勝てたのにね、これねえ、もうこの試合は
点が入らない0-0ですからね。まあそうだね。まあ、あの DeNA の方も、まあ、初回ね、うん、松木以来の立ち上がりをさ攻めるんだけども、はい、まあ、オースティンがゲッツーなんだよね、うん、ワンアウト1・2塁からで6回にも2アウト1・2塁、うん、宮崎というところを抑えていくんだよね、うん、だから松木以来も非常に安定感があるね。なんかこう凄みっていうのはないんだけども、うん、やっぱ向かっていくね気持ちが、うん、やっぱバッターに、うん、だから大したもんだなと思ってさ、はい、うん、で中日の方は8回に、まあ、岡林が出ていくんだけど、うん、ヒットでね、で牽制で刺されると 0-0 の試合でなんでこんなことが起きるのかなっていうようなことが起きちゃうんだよね。もう1点を早くっていう気持ちが、まあそのうん、だからそういう焦りはね、そうですよね、これはねしょうがないと思うんだけど、うん、いやだけどアウトになったらさ何にも起こらないから、起こらないというかね、そうそう、うん、いやだからまあここら辺はねもう少しちょっと、うん、状況判断をしてほしいなっていうふうには思うよね、はい、で3試合目、4対2、DeNA、うん、これジャクソンがねおそらくこの日を最後に、うん、ドームから野外にずっと野外で戦わなきゃいけないんだよね、うん、でジャクソンってこの前熱中症みたいな症状になっちゃったでしょ。結構ひどかったみたいですね。だから前倒しで、うん、おそらくバンテリン持ってきたと思うんだよね、ドームだから、そう、うん、そのジャクソンさすがに好投しました7回、89球、はい、3安打5三振、うん、無四球2失点という、うん、で松葉6回、はい、116球7安打5三振3四球の4失点、うん、松葉も非常に安定した投球をねずっと見せてくれてたんだけども、うん、今日はちょっとあれだったな。4回牧の先制ホームラン、これからちょっと崩れていくんだよね。でワンアウト満塁になり桑原がタイムリーで京田が犠牲フライでジャクソン内野安打、ツーアウト満塁から海老名に押し出しのフォアボール、うん、これで4失点というね、この4回だけなんだよ ね、 ね、松葉が崩れたっていうのは、うん、だからもったいなかったなと思ってさ、うん、ね、で7回、はい、石川がツーランホームランね、これジャクソンのエラーでカリステを出すんだよ。やっぱエラー絡むとやっぱ失点につながる、うん、DeNA はね、うんうん、だからもう少しやっぱこうジャクソンもね本当に何でもないピッチャーぐらいだったんだけどさ、うん、まあ、悪送球でカリステをね生かしちゃうんだよね、うんうん、で中日はこの日は3安打、はい、もう3安打で2点取るんだから大したもんだと思うけど、ね、負けたら何にもない、うん、まあ、ただその3本の打ち分けっていうのは岡林が2本、石川が1本、うん、でこの日岡林が1番に入ってるんだけど、はい、岡林がここのとこずっと状態が上がってきてんだよね、うん、これ岡林が1番になり福永が2番になってくると俺もいい1、2番になると思うよ、うん、そしたらまだまだ全然戦えると思うよ、うん、うん、だから粘り強くね投手も頑張って投げてりゃやっぱ点を取ってくれるようになってきてるからね、うん、頑張りましょう、はい、で DeNA の方は、まあ、これからね外で、まあ、過酷な戦いが、8月は待ってるけど、うん、まあ、ちょっと頑張らないとね、エラーも含めて、ね、なくしていくように頑張らないと、うん、ちょっとやっぱこう中継ぎとかが苦しいからね、だからできるだけやっぱこう先発が投げてる時は失点を少なくなするためにもやっぱしっかりした守りが必要かなと思うね、うん、はい、はい、というセリーグでした。はい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 、はい、まずロッテとソフトバンクはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天と日本ハムは日本ハムの3連勝、はい、オリックスと西武はオリックスの3連勝でした、はい、まあ、パリーグはね1位と2位、うん、3位と4位、ね、5位と6位、うんうん、まあ本当に順位が近いところと当たってるよね、上から順にね、はい、うん、でロッテ対ソフトバンク、はい、ね、ロッテ小島、メルセデス、うん、佐々木朗希、ソフトバンクはモイネロ、
大津石川ということでね、うん、まあ、始まりましたけども、はい、うん、まあ1試合目6対4、ソフトバンク、うん、先制はソフトバンクね、初回牧原ヒット、今宮ヒット、連打でノーアウト、うん、2、3塁、うん、でもういきなり栗原が2点タイムリーヒット、うん、まあツーベースなんだけど、で山川を打ち取るんだけども、はい、近藤がタイムリーヒット、うん、いきなり3点という、ピッチャーはモイネロ、初回に終わりというような感じすらするんだよね戦い方見てると。やっぱね、初回からね、いいピッチャーの時、まあ小島っていうのはロッテのエースだよね、もう畳みかけていくんだよね、うん、あ、だからまあピッチャーが落ち着かないうちにもう点を取ってしまうというね、うん、まあまあ見事だなと思ってさ。ただね、小島はインサイドをね、左バッターに使えない、うん、全部踏み込まれて、あの反対方向に打たれてるという、まあ、ところがあるんで、うん、やっぱちょっとインサイドをちょっとこうあれだな、あのなんて言うんだろう、攻めなきゃいかんな、うん、うん、でソフトバンクのゲームの入りっていうのはさ、やっぱまあ先ほど話したようにパーンともう先制パンチ入れるし、うん、まあ、初回の甲斐の守備、うん、ね、一番岡のボテボテの三塁線に飛んだゴロ、これ普通のキャッチャーだったら内野安打と思うんだけど、うん、もう本当に素早く取って一塁にアウトにするというね、うん、まあ、見事だよね。で、まあ、6回にはノーアウト1、2塁、はい、これバントするかなと思ってたんだよね、追加点が取れてないから、うん、で正木にどうするかな、どういうサインかなと思ったらヒッティングでタイムリーなんだよ、うん、あ、やっぱ国宝監督ってよく見てんなと思って、で正木がここで打つか打たないかって、やっぱある程度の勘しかないんだよね、うん、だけどやっぱり練習の時からずっと流れ、試合の流れ、まあそういうことを見てると打つ打たないっていうのは大体ね、勘で分かるんだよ。だからここをヒッティングするんだよね。で甲斐がタイムリーで6点を取るというね、うん、うん、だからこの国宝監督っていうのはやっぱこうしたたかに見てるなと思ってさ、普通だったら追加点欲しかったらバントやっときゃ簡単なことなんだけど、まあ勢い的にはね、ソフトバンクの、うん、だけどやっぱ正木に打たしていくっていうあたりがさ、まあ、ここら辺のこう冴えっていうのを感じるよね。でロッテの方はポランコが9回に17号スリーランを打つんだよね、はいはい、まああのモイネロ左対左っていうことでベンチスタートだったんだけど、うん、やっぱポランコは打つ打たないにかかわらずやっぱ置いとくと怖いよ、あの打順の中に、ね、そうそう、いやだからあんまり左対左で変えない方がいいのかなっていうふうにちょっと感じたよね。まあもちろんモイネロから打ったホームランではないけども、まあだけどやっぱいるのといないのじゃ全然違うなと思っては感じた、このホームランを見てね、はい。で2試合目、はい、6対2、うん、ロッテ、はい、これね大津がね、まあ、先発なんだけど、はい、ソフトバンクは、うん、6勝のうち3勝がロッテなんだよ、うん、でロッテ戦に限り3勝1敗、うん、で防御率が 1.30 って、まあ、非常に相性がいい、うん、でねこの相性を作り出したのはね海野なんだよ、うん、のバッテリーでも今日は甲斐なんだよね、この日は、はい、うん、で試合が始まるんだよ、うん、でこれ初回ソフトバンク今宮フォアボール、栗原ツーランで先、うん、もう初回ほんとすごいだろ、ほんと取るんだよ、うん、やっぱピッチャーの立ち上がりって攻めるところってあるんだけど、はい、もうほんと確実にやってくるよ ねソフトバンクは、うん、でその裏、岡藤岡連打でポランコスリーランホームランで逆転、うん、やっぱポランコ入れとかなきゃダメだよ、うん、まあただこれは大津なんだけどもね、うん、右ピッチャーなんだけども、で外が二塁打、藤原タイムリーでいきなり4点を取って逆転するんだよ、うん、で8回ツーアウト満塁、小川が2点タイムリー、はい、でなかなかこう硬直状態で
両方点が取れなかったんだけども、やっとなんて言うんだろう、小川がね追加点で突き放すという、うん、まあ、2点タイムリーヒットになるんだけども、これ小川もバット短く持ってんな、もう何振り構わない。なるほど、ね、それで形が角中に似てきたね、はい、ちょっと低い感じですか。でも低くしてノーステップでみたいな、うん、なんかやっぱりあんなしぶといバッターがいると、うん、やっぱ真似したくなるよね小川なんか。うん、小川は体力的にもさ、ちょっとまあちょっと小さいし、うん、パワー的にも非力だし、でもしぶとさだけは持ってるっていうようなバッターになってくると、うん、やっぱりいやらしくなるよね。なるほど。だから角中みたいでいいなと思う。で前半、はい、この試合の前半ね、ソフトバンク、今宮正樹がゲッツーを打ってんだよね、うん、だからまあチャンスが広がらなかったっていうこともあるけども、まあ、メルセデスも粘ったという、うん、そのメルセデス、はい、5回84球3安打4三振3四球2失点という、うん、ただね5回でしょ、もう少し投げてほしいね、うん、メルセデスは。なるほど。ただまあ点を取られても勝ち出したから、うん、まあ自身が連勝してるしね、まあ気分はいいだろう。まあ、だけどもう少し長いイニングを投げるということ、はい、ね、まあ、それをこうやってほしい、うん、で大津の、ね、ロッテ戦相性が良かったんだけど、はい、なんで甲斐を使ったのかなと思ってさ、うん、なんかあるんですかね意図が。やっぱ甲斐がね調子がいいんだよ、バッティングも含めて肩の状態もいいしね、だからそういうので使ってみたんだけど、やっぱこうやって打ち込まれると、うん、ロッテ戦に対して防御率が 1.30、 この日はもうねちょっと点を取られちゃったからね、うん、だからそういう意味ではちょっとやっぱ海野と海では違うんだろうなと思ってさ、やっぱそういうの大事なんでしょうね、まあ、あるんだろうね、うん、はい、で3試合目、まあ、佐々木朗希、うん、ね、初回、はい、槙原今宮連打、うん、また来たかみたいな。また来た ね、 ね初回、まああんまり良くはなかったみたいね佐々木朗希は。なるほど、うん、しかし圧巻なのは、うん、連打された後栗原三振、山川三振、近藤三振、ね、その後三者三振、やっぱね物が違うっちゃ物が違うよ。何かスイッチがピッて入るとそうだ、ね、こうなるんですか ね、まあ、ねこれはさすがだったんだけど、うん、しかし2回、柳町、甲斐がヒット、うん、ツーアウトしたんだよね、はい、ここでね、ランナー、ランエンドヒットがかかるんだよね、うん、で、牧原がこれツーベース打って、はい、一塁ランナーもチョークホームインするんだよ、はい、で、2点先制ということで、3回はツーアウトから近藤正樹、柳町の3連打で、うん、まあ、1点を取っちゃうんだよ、はい、佐々木朗希から3連打とか、そうやっぱすごいな、ね、ソフトバンクの打線っていくらね調子がそこまでじゃなかったとは言ってもね、まあ、で佐々木朗希、はい、5回90球、うん、9安打9三振1四球の3失点三振もしてるけどヒットも打ってるというね、うん、まあそういう感じだよね。ね、うん、でまあ投手が変わってから、うん、佐々木朗希が変わってから、うん、山川、正木、栗原がそれぞれソロホームランを打って、まあ勝敗を決めるんだけどもね、はい、まあこの投げ合ったのが石川修太、うん、5回1安打無失点というね、うん、まあやっぱこう集中力が高いなっていうような感じがしたね。まあ佐々木朗希、まあどういうモチベーションで投げてるのかちょっとわからないけどね、まあこんなに打たれるピッチャーでは本来はないし、どうですかね、なんかこう最近の佐々木投手を見て、まあ一連いろんな報道があるじゃない、だからまあそういう色眼鏡で見ちゃいけないんだけどもさ、うん、そういうものがなんか心に引っかかってたらまあいいピッチングができないだろうし、まあこうやって打たれるだろうなっていう、うん、まあ、正直にやっぱり出てくるんじゃないかなと思うよな、うん、まあ、やるからにはやっぱこう純粋に
しっかりこう心整理つけて、うん、マウンドに素直に上がり、やっぱ全力で相手を抑えに行くという、うん、そうしたらやっぱこう絶対負けないようなパフォーマンスになってくると思うけどね、うん、まあさすがだったのは、まあ、連打された初回、うん、その後のクリーンナップ、うん、ああこれを三者三振に取ったっていう、これがやっぱ本来の姿だと思うけど、ね、うん、だからまあ早く、まあ、本当に取り戻してほしいなっていうね、うんうん、まあ、状態的にもあんまり上がってはないと思うしね、うん、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はいはい、続いて楽天対日本ハムね、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、楽天早川、はい、岸、藤井、日本ハム金村、山崎幸也、加藤、うん、ね、1試合目延長10回ね、万波のプロ初の満塁グランドスラムすごい、ね、ホームランで勝つというね、うん、まあこれもね、価値があったのはね、フルカウントから則本がフォークで誘ったんだよね、うん、それをやっぱこうファールで逃げたんだよ。あ、これでもうまっすぐしかないっていう感じになって、まっすぐを投げさせておいて、まあ、ホームランを打っていくんだよね、うん、だマンちゃんも成長したなとか思ってさ、うん、でね、この試合金村が完封ペースで行ってたんだよね、うん、でね、マダックスできるかみたいな感じをやってたんだよ、うんうん、まあ、だけど茂木に同点タイムリーを打たれ、マダックスも消えるし、うん、まあ、9回に打たれるのはきつかったけどもね、この試合、5回まあ硬直状態で行ってたんだけども5回、うん、清宮のタイムリー、はい、ね、で先制するんだけど、うん、その1点をずーっと守ってたんだよ、はい、だけど9回に追いつかれたというね、うん、ただね、これね、日本ハムの攻撃、うん、まあ、早川も安定した投手だよね。でもね、5回で降りてんだよ、うん、でなぜ降りたかというと、初回20球、うん、2回30球、うん、3回20球、3回まで70球投げさせてんだよ。すごくない？ねえ。いや、もう2回の30球なんて点取ってないんだよ。1本のヒットだけなんだよ、うん、で、まあその2回なんだけど、タミヤが三振してんの、うん、で、野村が見逃し三振、はい、まあ、石井がヒット打って水野が三振と、三者アウト全部3人三振取られてる、うん、まあ、三振っていうのは球数かかるけど、はい、タミヤが粘る、野村が粘る、水野が粘る、ほんで2回に30球投げさせられる、この草津のにただの三振ではなかったんですね。いや、だからなんかね、まあ試合としては、うん、まあ、日本楽天の方も頑張ってね、なんて言うんだろう、繋いでいったけど、うん、まあだけど最後則本がやられたという形になったけどもね、まあでも日本ハムのそのこのしつこさっていうのは、まあ、非常に相手にとっては、相手の投手にとってはプレッシャーになっただろうなっていうふうには思うよね。ね、もうこのピッチャーの系統にまでね影響してるっていうね。はい、はい、で2試合目2対0日本ハム、はい、ね、岸良かったよ。8回117球8安打4三振1四球、1デッドボールの2失点、うん、で山崎幸也6回3分の1これも良かったんだよ、うん、4回ぐらいまでパーフェクトやってたかな、うん、98球3安打2三振1四球の1つのデッドボールの無失点という、うん、でこの試合最大のピンチは7回、うん、ワンアウト満塁、うん、これはね、なんでそうなったかというと、うん、ワンアウト1、3塁から、うん、鈴木大地に対して、うん、山崎幸也が危険球退場になったんだよね、はい、頭にデッドボール当てたんだよね、楽天の攻撃ね、そうそうそう、うんうん、それで満塁になったんだよ、はい、で急遽変えなきゃいけなくなったんだよね、ピッチャーをね、うん、生ため、うん、出てきました。はい、ね、茂木、うん、これね、楽天で本当に当たってるバッターなんだよ、うん、これをちょっと膝元のカットボールで三振、うん、ね、代打でね、はい、黒川を三振、うん、
でピンチをしのいだんだよね、うん、ここね2人とも代打で両方三振ということですね。まあそうだね、まあこのチャンスの作り方っていうのは辰巳がヒット、うん、ワンアウトから阿部がエンドランでワンアウト一三塁を作って、うん、鈴木大地っていうとこだったんだよね、うん、だから流れ的にはすごくいい流れを作ってた。生ため、うん、素晴らしかった、素晴らしい気合だったね。で8回、はい、郡司がヒット、清宮ホームラン、ツーランホームラン、うん、でこの2点で勝つわけだけどもさ、はい、これねすごかったのが前の打席でストレートだけで三振食らってんだよね、うん、でこの日清宮に対してまっすぐでグイグイ押すんだよ、あの岸がね、うん、でなんて言うんだろう、高めを使ったりね、低めを使ったりだとかしながら、まあ、インサイドも使いながら、うん、でまっすぐでやられてて、で打ったホームランは初球のまっすぐ、うん、ちょっと甘くなったけど逃さなかったね清宮が。まあここもやっぱ勝負としては面白かったね、うん、岸も逃げてないし、それもそれにこう清宮も応えてたし、だから本当に面白い勝負だったね、うん、でこの3試合、うん、まあ日本ハムが勝つとしたら抑えのピッチャーが必要だと思うんだけども、田中正義がやっぱ登録抹消になったんだよね、うん、で誰をこの試合で2対0で持ってくるかって言ったら、うん、柳川を持ってきた、うん、その柳川がプロ初セーブを挙げて2021年以来生ためが2勝目をね、うん、だから生ためもやっぱあのぐらい、まあ、2人をね、打ち取ったあの気迫のある投球したら勝ちにもう本当にふさわしいし、まあ、柳川プロ初セーブを挙げるけどど緊張したと思うよ。だけどやっぱりまっすぐはいいしフォークは落ちる、うん、素晴らしい投手だよね、うんうん、でねこの試合で危険球退場になった山崎がいる、うん、で当てられたのが鈴木大地ね、うん、でピッチャー交代の時に鈴木大地のとこ行って新庄監督がちゃんと謝ってんだよね、うん、ああいうことできる監督って本当いないと思うんだよ、うん、でこれは自分のチームを守るためにも謝っといた方がいいんだよね、うん、これはなぜかというと報復っていうのは、まあ、今多分ないとは思うよ、うん、ないとは思うけど、まあ、昔の野球は当てられたら当てとけっていう野球もあったんだよね、うん、まあ、だけど今はもう中に入ってないからどうか分かんないけども、でも自分たちのチーム の選手を守るためにやっぱ鈴木大地も不快な思いをさせないように新庄監督が謝りに行ってると詫びを入れてるっていうのは、うん、やっぱ素晴らしい光景だったなと思ってさ、うん、俺はすごく感心したな。あれ12球団の中でもやっぱ新庄監督しかできないだろうなと思いながらも、うん、やっぱいい光景だなと思うよね、うん、悪いことは悪いね。俺はやっぱ素晴らしかったと思う、ね、またその、はい、ね、その一言がねすごく重要だったりしますね。まあ重要だな、うん、で3試合目、はい、5対4日本ハム、うん、初回連続四球から、まあ、藤井がね、藤井って本当にコントロールが良かったんだけど、うん、やっぱちょっと疲労からかな、この制球があんまり良くなくなってんね、うん、で連続四球から清宮が先制タイムリーで、レイエスが犠牲フライで、まあ、早々に2点先取するんだよね、うん、しかし2回村林がスリーランホームランで逆転というね、うん、まあ、加藤も、うん、あんまり良くないかな、ね、まあ、しかし、3回はレイエス、4回は水谷のタイムリーで、まあ、再逆転するんだよ、うん、で5回には万波がソロホームランで5点目というね、まあこう着実にこう日本ハムが、まあ、この日は点を重ねていったというね、うん、
そういう試合になったけども、はい、やっぱ最大の、まあ、このテーマ、うん、この3連戦では誰が抑えをやるか、まあ、先ほども言ったけども、はい、この日もあの5対4から柳川が出てきた、うんね、1回15球、1つの三振で無失点、まあ、柳川がやっぱこうなんていうの、田中正義が抑えのピッチャーがいなくなったら、うん、やっぱこう不安だよね、そら ね、うん、だけど柳川がねこういう投球を見せてくれたらすごく心強かったよ、うんうん、やっぱ三振の取れるピッチャーだし、うんうん、でまあ一番怖いのはどちらかってフォアボールを出すっていうことだけども、はい、非常に落ち着いてるね、うん、だからまあ柳川で当分行くとは思うけども、はい、まあ、頑張ってほしいなと思うよね、この抑えのピッチャーっていうのはね、うん、ね、はい、で加藤、はい、5回4失点、うん、まあ、加藤らしからぬだけども、この日ボコボコにされた、うん、ピッチャーライナー2回ほど当たってる、そっちのボコボコねまあそれでもね、まあ勝ちにつながったから非常に良かったなっていうふうに思うよね、ね、うん、そんなないですよね、2回もね、まあ、加藤もね、うん、そんなにないし、うん、加藤もいいピッチングをね前半しながら勝ちに恵まれなかったりとかしてるからね、まあ、こうやって勝ちがついてくると、まあ、乗っていけるかなっていうふうに思うのと、うん、あとはこの楽天戦、ね、3連勝、うん、まあ、楽天も一気にね日本ハムに追いつき追い越せで狙ってたと思うんだけども、まあ、この3連戦でやっぱ万波よく頑張った ね、万波がよく頑張ったのと、やっぱり清宮が覚醒してるっていうことと、やっぱ抑えの柳川が見つかったという、まあ新庄監督の度胸が座ってるなと思ってさ、うん、このピッチャーを抜擢するなんていうのはね、だからまあ日本ハムにはこう収穫の多い3連戦だったね、ね、もうここでちょっとね一気に突き放したかったっていうところでね、そうだね、うん、はい、はい、で最後オリックス対西武ライオンズ、うん、ね、3連勝オリックスね、良くなってきた、はい、スピノーザ、佐藤、うん、高島で西武は渡辺、隅田、青山、はい、で1試合目3本のホームランで勝つオリックスがね、うん、6対2 2回西川ツーラン、6回には、中川1号ツーラン、うん、7回大里のソロホームラン、プロ初ホームラン、うん、でこの日は大里は5打数3安打1打点1ホームラン、うん、非常にやっぱこう大里っていう非常にこう起爆剤となってね、うん、やってるなっていうふうに思うし、やっぱオリックスって結構こういう若手がポッと出てきて、うん、ずっと引っ張ったりとかするんだよね、打線を、うん、だから非常にいい起爆剤ができたかなっていう思うしね、守備も非常にうまいし、だからこれは成長が楽しみだなと思ってね、うん、でエスピノーザ5回97球6安打4三振3四球2失点というね、うん、まずまずかな、うん、で渡辺、はい、非常にね良かったんだけど、うん、西武の先発ねやっぱね、うん、こういいピッチングをしても勝てない、うん、抑えても勝てない、そうなってくるとこうなるだろうなと思うのは6回87球、うん、10本のヒットに三振がなし、うん、これも珍しいよね、うん、1四球の6失点というやっぱ 勝たせてない代償がこういう風に来るよねピッチャーって、うんうん、本当にそれまでは素晴らしかった、かわいそうだなと思いつつも、まあ、これは勝負だから、まあ、しょうがないっていうふうには思うね、うん、はい、2試合目3対2、まあ、もちろんオリックス、うん、まあ、1ヶ月ぶりの連勝なんだよこれがね、うんうん、7カードぶりの勝ち越しってどこまで勝ってなかったんやっていう、本当ですね、本当な、うん、で、まあ、4回、まあ、西武山村の2点タイムリーで先制で、隅田が1ヶ月勝ってないんだよ、うん、だからこの2点の点はプレゼントは大きいなと思いつつも、うん、まあ、しかし6回森の同点ツーランホームラン、紅林のセカンド内野安打、これね、うん、まあ森の同点ツーランはね、うん、
で言えば紅林のセカンドの内野安打、紅林が塁にいるんで、でこれでツーランになるんだけど、まあこれちょっと後で話そうか、うん、で7回宗が、まあ、今季1号、うん、でホームランで勝ち越し、まあ、3対2で逃げ切るんだけども、宗が言ってたね、なんか新しいことをバッティングで始めたと、うん、バッティングコーチと、それが良かったんだと、うん、まあ一緒にやってるコーチは嬉しいよね、そうやって言ってくれるとね、うん、うん、うまいね、そういうコメントの使い方、ね、まあただ俺が思うには西武で森の同点ツーランホームラン、紅林の内野安打があって森のホームラン、これ殿崎なんだけど、はっきり言うと、うん、これやっぱ俺の目からしたらエラーだわ、うーん、内野安打になってるけど、なるほど、でね、このところはやっぱ殿崎のエラー、うん、送球ミスとかエラーとかちょっと目に余る、なるほど、うん、これ本当に強いチームをね作りたいんだったら、やっぱ源田が元気なうちにやっぱセカンドを作り上げた方がいい、うん、殿崎じゃない、うん、はっきり言って、うん、殿崎を使いたいんだったらやっぱねコンバートもした方がいい、うん、やっぱセカンドでは持たないっていうふうに思うよ、なるほど、でこれから 今本当に若手をね盛んに使ってるけども、うん、まあ古賀がキャッチャーで成長期にある、うん、源田がいてくれる、うん、でまあセンター誰か作るってなると、やっぱねセンターラインを作るのにやっぱ源田が うまいって言われてるうちに、うん、やっぱ源田とコンビを組ませられる若手を作ったらいいセカンドに育つから、うん、だからその先はサードだとかもう一回外野に持っていくとかした方が俺はその先のためでもあると思うんだよね、うん、やっぱねちょっとね取るイップスみたいになってるわ、うん、まあ、力が抜けない取る時だから鉄板で取ってるみたいな、だから弾いたりとかよくする、うん、だからここら辺はね、まあ、少し考えた方がいいなと思う、西武はね、それはもうなんていうのかな、技術っていうよりはこう気持ちの問題とかも、まあ、気持ちの問題もあるし、うん、その気持ちっていうのは拭えないんだよね、なかなか、うん、もう一回外れるとかそういったことじゃないと、そうそうだね、だから、まあ、ここら辺は本当に西武がこう強くなるために、うん、どう考えるかなんだけども、うん、俺の意見はそういう意見を持ってるということ、うん、はい、はい、3試合目、ね、3対0、紅林が先制犠牲フライ、うん、7回には森のバースデーホームラン、ツーランホームラン、ね、よかった、ね、北を置いて、うん、ね、平から、うん、平帰ってきたね、うん、まあ、ちょっと中継ぎで投げたけども、うん、まあ、打たれちゃったということで ね、はい、でその3点で勝つわけだけども、うん、まあ、勝った投手が高島という、ね、プロ初勝利、そう1年目、ねね、5回68球、ワンヒット1つの三振、うん、2四球無失点というね、うん、はい、うん、まあ、5回勝ち投手の権利がある回なんだけども、うん、ワンアウト1・2塁で野村をゲッツー、うん、まあ、これで、まあ、勝ち投手の権利が入ってきて、うん、あとはこうリリーフに任せていくんだけども、前回投げた時に、うん、やっぱ力で抑えにかかったんだよね、うん、でそれで失敗した、で今回はどうしたかというと、まあ、丁寧に低めに、制球しようとして、まあ、それで勝てたというね、うん、でウィニングボールはどうしますかって言ったら妻にって言ってたね、結婚してんだみたいな、若いのにね、本当にいいですね、まあいいね、うん、まあだけどやっぱ奥さんもね、プロ入って、まあ奥さんがいて勝負だと思うんだけど、うん、ね、まあおさてこうやって勝ってくれたら ね嬉しいよね、ね、本当に本当に、うん、で西武の方を見てると、うん、やっぱ野村がゲッツー打ったシーンもあるんだけどもね、うん、やっぱボール球に手を出すケースが多いな、うん、でボール球ってやっぱ打ってもなかなかヒットにならないよ、うん、そうなってるし野球はね、うん、だからもう少しこう我慢するとか、うん、そういうことも覚えなきゃいけないし、まあ若いから、まあ、そういうことに手を出してしまうのかもわからないけども、うん、まあまあもう少しね
選球眼を磨くといいなっていうふうに思いました。はい、まあ以上3連戦を振り返りました。うん、ね、まあ明日からは、まあ、阪神が京セラに行って、まあ、広島と戦うという、ね、明日はパ・リーグはお休みですけどね。そうだね、うん、で、まあ、ジャイアンツは中日とバンテリンでね、うん、で、まあ、DeNA はヤクルトと横浜でやるね、うん、まあ、DeNA はこれからね外の球場ばっかりだし、うん、これはもう本当疲れると思うけど頑張らないと ね、 ね、まあ、ヤクルトの方はこの9連戦、ね、外の球場ばっかりだしね、だ岡田監督と話をしてたけど、うん、まあ、神宮が終わると今度あのドームでずっと試合だからみたいな、うん、やっぱりね外よりはやっぱドームでやりたいっていうのがあるんだね。もう今、まあ、そこはね、この暑さだととてもポイントになるかなっていうところですよね。まあ、そうだね、そうだね、うん、まあまあパ・リーグのね選手はね、まあちょっと明日ゆっくりして、うん、ね、影響を養ってまた頑張ってほしいしね、セ・リーグの方は移動も踏まえてね、うん、朝7時ぐらいから移動するっていうからね阪神は。早っ。いや一回家に帰って、うん、車取ってみたいな、うん、それで京セラに入るっていうのを言ってたけど、まあ、大変だねやっぱね。ねえ、うん、まあね、うん、まあどうなるか、まあ9連戦だからね、本当に9連戦を見据えたような戦い、うん、まあ、ピッチャーもできるだけ引っ張ろうとしてるけどね、各球団、うん、ね、まあ、うまくいくチームは、まあ、勝つだろうしね、まあバテないように頑張ってほしいと思います。はい、ね、うん、はい、ありがとうございました。はい。